リリ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 ピアノの方はですね、外装の剥がしが、終わりまして、いい感じの木目が出てきております。フレームの方の調整ね、弦の圧力、弦圧の調整の方も、昨日終わりまして、フレームの取り付けをしているところですね。はい、これから弦の方を張っていくという、状況です。はい、ピアノの方は弦の方ね、張り終わりまして、このように、いい木目が出てきましたのでね、椅子の色に合わせて、色をつけているところですね。こんな感じ、パーツパーツでね、この椅子の色に合わせてね、色付けをしているところですね。木目もね、いい木目が出てきましたので、仕上がりが楽しみです。弦の方も張り終わりまして、塗装の方だいぶ進んでおります。足の部分ですね。ただいま、このね、鍵盤のブッシングクロス、これを、剥がしているところですね。はい、このように、アイロンで、これ濡れ雑巾をね、でこう蒸らして、取っているところですね。ただいまね、このバランスの方のね、ブッシングクロスを、貼っているところですね。このようにね、フェルトを通して、ノリでね、ボンドで留めて、このように、針ゴマって言ってますけどね、手で押さえて乾くまで待つというふうな、そういう状況ですね。
今現在、鍵盤の方は、このように、ブッシングクロスを張り替えております。これは新しいハンマーが届いておりますね。今ブッシングクロスのりを乾かしているところです。ピアノの方アクションの方はこのように、バラバラになっておりまして、これはダンパーのスプリングを変えているところですね。はい、細かい作業の方が続いております。ブライドルテープの交換をしています。今ちょっとちぎれてしまっているテープとかもありますので、このブライドルテープ、全て交換していきます。まずこちらの古いテープをですね、こんな風に切って、新しい長さに合わせたこの白いテープをこう見つけていくということになります。これを全件していきます。ダンパーレバークロスを張り替えています。ちょっと真っ黒になってましたので、新しいクロス、こちらの白いクロスですね、これを、蒸気を当てて今剥がしています。剥がし終えたものがこちらになっております。で、こちら黒いフェルト、クロスが貼れているところに、ここに新しいクロスをまた貼っていきます。バランスのブッシングじゃないわバランスのパンチングクロスの方が、ちょっとね虫食いになっておりますので、新しいのを今準備しているところですね。はい、もう全部、これは入れ替えようかなと思っております。開いてたかな。鍵盤の、ブッシングクロス貼り終わりましたので、これはねバランスホールの調整をしておりますね。このピン、とこのバランスホールの穴の大きさのバランス、これを整えているところですね。はい、ただいまハンマーを取り外しているところですね。このように蒸気、夜間でお湯を沸かしてね、ふやかせて、糊をふやかせて、剥がしていくというふうな段取りになります。これが剥がしたハンマーを取り除いたハンマーになりますね。ハンマーを植えています。今回この、シャンクとバットは、残してあります。このブライドルテープは張り替えをしていますが、なのでこのシャンクの頭にハンマーヘッドを植えていきます。端っこの基準を残して7つか8つぐらいを目安に一緒に植えていきます。あと少しです。グランフィールの部品を取り付けました。ここのこのスプリングですね、この黒いベルトの部分がついたこのスプリングが、ドロップスプリングという、名前で、このダンパーストップレールのところに、全てネジノブされています。でこれが、当たるところにも、革が貼られています。あと、ここです。このこちらは黄色の、先のフェルトがついたスプリング、これが今度はこちらのレギュレーティングレールというところに、裏からネジ止めされています。
これも同じように当たるところにはジャックの方にスキンが貼られています。でこれから、ピアノに収めて調整をしていきます。鍵盤の高さを揃えています。このように、厚みの違う、紙のパンチングを入れて高さを揃えていきます。Thank you.